今日のモカツはドラゴンボールのプラモデル Z からスーパーサイヤ人ベジータ、フィギュアライズスタンダードのキット、以前に制作していたものをリペイント組み直しをしました。早速塗装の様子を見ていきます。まずはパレホのゲームカラーでカーキです。サイヤ人の戦闘服のボディ、そして脚部のブーツに使いました。塗料は水性アクリルのシタデルカラーとパレホを併用しました。パレホはスペインが発祥の水性アクリル塗料で、フィギュアやプラモデルの塗装にはとても重用しているカラー。色数も多く明るいカラーもたくさんあります。よく使っているモデルカラーやゲームカラーは総じて粘性が高くて隠蔽力が強い。チューブに入った水性塗料で直接または水で薄めながら使います。ベジータでは首元からフェイスにかけての露出している肌カラーはパレホのモデルカラーベーシックスキントーンです。オール筆塗りで仕上げました。この塗装で使用した塗料はこちら。白は上塗り的に塗りました。シタデルカラーのレイヤー、ホワイトスカーです。シタデルカラーでは明るい純白に近いカラーですが、隠蔽力はさほど強くないので、ベースが塗られた状態での上塗りで使用する塗料。シタデルカラーはイギリスが発祥の水性アクリル塗料。マットな質感、粘性が高く隠蔽力が強いのが特徴。特徴的なミニ容器に入ったホビー用の水性塗料で、無臭で扱いやすいカラーです。塗装に要した時間は約50分でした。使った筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はハケ、ブラシを使って時短させ、効率よくペイントしました。青を補修的に、シタデルカラーのベースマクラーグブルーを塗りました。最後はスーパーサイヤ人の頭髪カラー、陰影を出すためシタデルカラーのシェイドカサンドライエローを使いました。塗装後は水性トップコート艶消しを全体に吹き乾燥させます。色塗り終わったパーツを組み上げていきます。このキットは2019年7月に発売されました。ハンドパーツは3種類、必殺技エフェクトとしてビッグバンアタックとファイナルフラッシュのパーツが付いていました。表情パーツは2種類が付属していました。スーパーサイヤ人ベジータはレッドリボン軍ドクターゲロが開発した人造人間との戦いで初登場。純粋な悪が自分への怒りで突然目覚めたスーパーサイヤ人への覚醒で変身。必殺技ビッグバンアタックであっという間に19号を仕留めます。フロントビューからリアビューまで、ということで今回はドラゴンボールのプラモデルフィギュアライズスタンダードシリーズ Z に登場したスーパーサイヤ人ベジータ、水性アクリル塗料でリペイントしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。